緑樹の下では、講談社から発行された小説現代の2010年12月号に掲載されたカイドウ・タケルの短編小説。桜宮市、極北市、何和府などの一連のカイドウ作品に登場する架空の都市から遠く離れたアフリカの架空の国、ノルガ共和国が舞台。内戦が続く、この国で流れ物の日本人意志が、 原因不明の熱病に立ち向かう姿を描く。小説現代の2010年12月号に医療小説最前線と題して掲載された。かつて、ノルガ共和国の日本大使館に勤めていた医師の生は、樹木に吊るしたハンモックを寝床にして過ごしており、ノルガ共和国の国樹の緑寺にボードを吊るし子供たちに学問を教えているが、緑寺を呪いの木と呼ぶ長老は、 その様子を苦々しく思いせいに場所外を促していた。そんな中、トンバの妹のシシーがこの国特有の熱病を患う。医師でありながら生は何もできないままシシーは命を落とし、長老はシシーの死を緑樹の呪いによるものと口にする。この熱病にかかったインパラから、熱病の原因のヒントを得た生は、熱病対策のために、 長老の家を訪れると、そこにはかつて、ノルガ共和国が王政だった頃のリビサンリエ国王の姿があった。生の提案に、長老は反対するが国王は、聞き入れ熱病はやがて静まる。後日、生はその功績により、王宮に招かれ、ある少年を診察。その時、王宮に、ノルガ共和国軍が間近に迫っていた。ありがとうございます。